あ、おはようございます。めっちゃ腹痛いね。腹、え、大丈夫ですか。新宿駅着いたぐらいからなんか、はい、ピーってなって、え、ちょっとトイレ行っていい。トイレ行きましょう。多分駅の方、駅の方ありますよ。あるか。はい、ちょっと東南口の方行っていい。具合悪いんですか。大丈夫ですか。なんか変な汗も出るしな。いや、汗、うん、なんやろ、急にめっちゃ痛なってさ。ドラッグストアあるんで、なんか胃薬とか買います。あー、まあそうやな。いや結構ね、マジ完璧に練習してきてさ、今日。あ、はい、楽しみやってんやん。そうっすね。マジ最悪やわ、どうしよう。ヒロキ行ける？あ、僕、はい、ちゃんと練習してきたんで。あ、はい、ちょっと一回さっき、ちょっとトイレ行っていい？やばいっすね、体調悪いっすね。スタジオちょっと危ういかもしれない、もしかしたら。とりあえず、まあ体調優先で。そうやな、ちょっと走ってやばいわ。あ、漏れます。急ぎましょう。大丈夫ですか？全然痛いわ。大丈夫ですか？やばい、マジで。なんやろこれ、無理かもしらん。今日ガチ汗かいてんじゃないですか。え、大丈夫ですか？やばな、冷や汗。え、め濡れすぎじゃないですか。大丈夫ですか？行くスタジオどうする？え、でもヒロキやってきたもんな、練習してきたよ。まあまあ、いや、まあいいですけど、練習はともかく。え、とりあえず大丈夫ですか？まあまあまあ、でもさっきよりちょっとマシになったけど、なんか変な冷や汗止まらんな。セイロガンとか買い売ってんじゃないですか。あ、ちょっと買いに行っていい？じゃあセロガン買いに行きましょうか。あと今日さ、俺はちょっとピックも忘れて、多分ピック、ピック、ちょっと急ぎすぎて。まあまあ、まだ野菜って、ちょっと時間はあるんで大丈夫ですよ。スタジオに売ってんじゃないですか、ピック。いや、多分ジャズ3マイピックじゃないときついからさ。ああ、ちょっと汗大丈夫ですか。やばいよな。何やろこれ。タオルとか持ってますよ。持ってない、持ってない。大丈夫です。とりあえずちょっとピック買って、はい、セロガン買って、はい、まあ、スタジオ行けたら行こうか、ちょっとその後に。まあまあ、まだ時間はあるんで。そうやね、ちょっと楽器屋さん行こうか。あと15分ぐらいよな、多分。そうっすね。ちょっと楽器屋行かなあかんからさ、ちょっとスタジオにちょっと言ってくる、遅れますみたいな。ああ、いいっすよ、僕行ってきますよ。大丈夫っすか。いや、大丈夫大丈夫、ちょっとすぐ行ってくる。ああ、はい、すいません。あ、大丈夫っすか。渡ったところ辺にあったと思うんだけど、空き家あったっすね。うん、どうしようかな。なんかあの、熱とかは大丈夫なんですか。冷や汗すごかったっすけど。熱今んとこ大丈夫やけど なんかもしかしたらちょっと分からんけど、もうちょいした今ほら、あのインフルエンザとか。ああ、確かに確かに。また流行ってるみたいなんで。あれ腹痛から来るんかな。その胃腸炎的な症状とかもあるんじゃないですか。ああ、なるほどね、はいはい、多分それやわ絶対。マジですか。大丈夫ですか。買いました。俺がいつも使ってるやつのちょっと薄いやつ。はいはい。あとこれ使ってみたかったよ、サイレントピック。サイレントピック、なんか音が静かになる。え、すごいすごい。多分静かに。あ、着きましたね。結構歩いたっすね、マジで。ちょっと一回曲流してみていい？え、なんで流すんですか。いや、普通に今からカバーするから。いや、音を出しながらでいいんじゃないですか、別に。あ、ギター鳴らしながら。あ、普通に、はい、演奏をしながらで。いや、全身、あ、微妙やな。なんか結構あれっすよね、なんか結構シンプルな曲に見えたっすけど、なんかこう、こまごましたとこが結構、なんかちょっと難しいなって感じがしましたね、なんか。あ、そうやんな、結構細かいよな、ギターも結構なんかのカッティングっすけど、なんかノリを出すのとか難しいんじゃないですか、あの曲。あ、そうそうそう。なんかで俺、そのカッティング、はいはい、とこの、まあ、JCM2000、はい、結構歪むアンプやねん。そうなんですか。ちょっと厳しいかもな。厳しい。そのカッティング結構チャカチャカしてたやん。してますね。あの感じを出せるかどうかっていうのはあるから、ちょっと音的にちょっと微妙かもしれん。え、だってみんなこういうの使ってんじゃないですか。いや、みんな自分でエフェクターとか組んでさ。あれ、孫さん、そういえば今日エフェクターはギターだけですか。今日忘れちゃって持ってきてないね俺。なんでピックからエフェクターから何までなんか忘れちゃって。マジで弾けるときめっちゃ焦ってて、マジやらかしてもうたわ。どうしたんですか。なんか今日忘れ物が多いですね、なんか。え、セッティングドラムは終わりましたけど、まだかかります。いや、カッティングむずいかもな。どうやろ、いけるかな。歪みすぎか。フレーズがむずいってことですか。フレーズがうせえな。これぐらいかな。どうですか、練習してきた感じは。難しいですか、やっぱ。
まあまあそうやな、いやまあそうやな、むずいな結構。そうっすよね。まあちょっと合わせながらやっていきましょうか、その辺も。そうやな。で一回ひろきスマホ貸してや。どうしたんですか。一回ちょっと流しながらさ、はい、確認しながら二人で合わせて。いいんじゃないですか、二人でやりながらで。やりながらで。どういうことやりながらって。え、だって練習してきたんなら二人であとは合わせて練習しとけばいいんじゃないですか。なんか寂しないドラムとギターだけあったら。いつもじゃないですか、それは。それはいつもですよ。叩ける？もちろん。マジで？はい。じゃあちょっと。孫さんだって練習流しながら一緒に、あ、いいよ、流しながら一緒に叩いたらいいやん、それを。まあまあ、どっちでもいいですけど。それ一回ちょっとやってみよう。時間ないんで早く合わせませんか、普通に。あ、いいよいいよ、だから、ちょっと、それでやろうか。じゃあスマホを貸して。音はどうですか、決まったんですか、その。あ、音はこれでいく。大丈夫なんですか。とクランチ気味でやって。はい。あ、いつもどうやってたっけ、これ。変更。あー、ちょっと待ってくださいね。さすがっすね。これをこれ使ってこれ使ってやりましょう。それを刺してを刺して、あれ、え、あれは、あ、あれあれがないじゃないですか、あれが。え、いやマジで、え、どこ行った。あったあったあった、ああ、はい、これをイントロは、これはいった。もうあの、アコースティックギターやね、これ、多分。あ、これアコギだから。そうそうそう、パスして、こっから。エレキじゃ無理なんですね、じゃあここは。エレキではないな。俺はここは。やってきてないですか？うん、本人映像も多分、弾いてないね、ギターは、オープニングは。じゃあここカットして、カットカット。うん、次からやりますか？そうそうそう。こっからやるか。あ、こっから。こっからやるか。オッケー、そうです。ここからやりましょう、じゃあ、うん、いいっすか、じゃあここからやりましょう、うん、じゃあ普通にやります。あの、ちょっと一回叩いてもらって、え、そのバンドインするとこが分かんないってことですか。いや、分かんないとかじゃなくて、一回どんなか広くいけるんかなっていう。まあ普通に練習してきたんで、うん、じゃあまあ最初のじゃあアコギンとかなしで、うん、バンドイン、バンドイン、ドラムが入るとこからでいいですか。うん、じゃあまあ普通にやるやりましょう、合わせましょうか。じゃあそのバンドインからやるか、今のとこから一緒に入りましょう。あの、オッケーオッケーオッケー、ドラムがダン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 タカタカって。俺じゃんとちょっとちゃうくない、ドラム。あ、僕あのファーストテイクのやつ聞きながら練習したんですけど。ああ、そっちでやったん。はい。あ、俺オリジナルのことやったわ。まあでも曲の、違うんちゃう。いや、曲の進行は一緒っすよ。マジでギターも、ギター静かちゃん、ファーストテイクやったら。え、ちなみにどんな感じですか、ギターは。じゃあちょっと流してみる。あ、いや、弾いてもらっていいですよ。え、ちょっとあー、はいはいはい、あー、はいはいはい、違います。あ、オッケーオッケーオッケー。さ、そこだけやる。まあそこだけ、まあ、そこからやりましょう。バンドインとこな。はいはい、テンポはこんぐらいで。あ、うん、全然聞こえない。聞こえてるけど。マジで？全然聞こえないですよ。ちょっと上げようか、じゃあ。結構上げていいですね。マジで？全然聞こえないです。あ、アンプの向きかな。ちょっと待って、こうする。あ、でもスマホあるからさ、ちょっと音量ちょっと上げろ。じゃあちょっと、オッケーオッケー、これで。今の、あ、サビもこれか。サビも一緒。サビもこんな感じなんですかね。じゃあ、まあ。じゃあ、それで次ちょっとまあ撮影して、はい、
まあ、カバーアップ、ボーカル誘って、はいはい、カバー、まあ、上げるかどうか分からんけど、はいはいはい、まあ、こんな感じで進める感じでやるか。あれ、今の A メロだけですけど、普通にサビまでいかないですか。あ、やる、はい、サビも一緒じゃない今の。繰り返しやる。いや、多分ちょっと違うんで。あ、マジで、はい、やる。普通に1曲やりました。なんでやめたんですか。なんか今動画確認したら音ちっちゃかったんで、ギター。あ、まだちっちゃい。まだちっちゃいですね。もうちょっと、マジ結構上げてんで。マジですか。うん、まだ上げる。いつももうちょい上げる。あ、マジで。なんかあのカメラ的に全然ギターの音が。オッケーオッケー。いい感じで。今のイントロで A メロキックなんですね。あ、ドラムキックなんですけど。知ってるよ。え、今の合ってます？ギター。あ、じゃあ、イントロだけと思ったから、その後はもう流して適当にやった。ああ、そう。全体もうそのままやっちゃいましょう、サビまで。一回ちょっと音確認せんとさ。ああ、そんなちっちゃいかもしれない。確かに。うん。ちょっと確認しようか。そんな感じですか？いや、じゃあだからクリーン無理やから、パワーコードバージョンにアレンジした感じ。マーシャルやから歪み用にちょっとアレンジしてる。歪みでカッティングするとどうなる。いや、無理、音的に絶対こんな感じになっちゃうから。え、じゃあクリーンでいいですよ。クリーンでやりましょう。クリーン、はい、クリーン寂しいよ。いいっすよね、多分か気持ちいいと思うんですよね。マジでチャカチャカしてる。カッティングを弾くってこと。カッティングでいきましょう。これでやるともう音量、音圧負けるからさ。あ、ボリューム上げればいいんじゃないですか。ボリューム上げるの大丈夫ですか。いいよ。え、A メロからですか。 A メロでいいよ。じゃあなんか違いません？あ、俺ごめん、ずっとトーン絞ってたわ。なんか音おかしいなと思ってて。トーンってなんですか。これずっとこういつも完全に開いてんねんけど、これぐらいになってて。それはなんか違うんですか。いや全然音変わる、めっちゃ。え、だからなんか音ちっちゃ、音ちっちゃく感じたやろ。そうっすね、音ちっちゃいなみたいな。え、それ今全開だと。全開するとなんかさっきまでがこもってるやん。確かに。じゃあ全開でやるわ。オッケーです、オッケーです。ごめんな。あ、いいっすよ全然、うん、じゃあもうサビ行くか。サビって終わるか。B メロ飛んだっすよ。 B メロは B メロちょっと聞くじゃん。あ、まあいいっすか。聞いてみよう。じゃあ B メロやるか。やりましょう。うん。なんで今弾くんすかそんな。あ、オッケーオッケー、大丈夫そうっすか。オッケーオッケー。なんか普通にいける。あ、はい、いけますけど。マジで普通にイントロからサビまで通しでやった方がいいんじゃないですか。なんか今そう、こんな一回ちょっとセクションごとにやった方がいいんちゃう。マジです、こんな小分けにします。OKOKOK。 なんかじゃあ B やろ、 B やろ、 B やろ。 B でいいですか。普通にじゃあ4カウントでいいですね。僕も今間違っちゃうかもしれない。おい、ヒロキ頼むわ、マジで。もう一回ですか。間違えた。なんかちょっと今ギター見てたら、なんか自分がどうしあ、マジでそう、おかしくなっちゃう。いいよ、もう一回やるじゃん。行きましょう。
なんかまこさん今動画見たら B メロなんかちょっと B メロっていうかもう全体的に僕なんかちょっと合ってないですね、なんか、うん、ああそうやんな、なんかそんな感じでしょって。俺もなんかひろきまたちょっとグダってんなみたいな。グダってんのは間違いないですけど、あんま練習してないんちゃう。いや練習はしたんですけど、確かになんか そんなになんかこう詰めてないというか。いやそうやろそうやろ、だってなんかそんな感じしてさ30分ぐらいしかやってないんですよ。ひろきあんまやってないかなみたいな。すいません、なんか、うん、いや練習はしたんですけど。あした？なんか思いのほかなんか。なんか俺も結構聴いてる感じ原曲と違うなみたいな思ってて。マジですか、うん、なんかもっとギターに引っ張られるのかなと思ったんですけど、なんかギターの主導権がかなり低いんで、なんか。あ、そう、ね、でも孫さんどんぐらい練習したんですか。もう結構やったで、1週間みっちりやったんちゃうかな。マジですか。マジでマジで。へえ。その割にひろき、はい、ひろきもそんなどれぐらいやった練習。30分1時間ぐらいです。そうそうそう。それはあかんって。それはついてこられへんわ。いやでも結構できたんですよ練習の時は。あマジで。はい。でももうちょいあれちゃう。もうちょい練習して次合わす。じゃあまだちょっと微妙な感じするから。まあでもいいんじゃないですか。今日だってこれ軽く合わせましょうみたいなやつですよね。まあまあそうやな。まあじゃあ最後まあ通す一回イントロ。あ、まあ、それはいいけど、ひろきその自信ないやったらまた次回でもいいけど。いやとできますよ。そういうのはできるんですけど、なんかその要所要所でぐだるぐらいやったらやらん方がいいと思う。マジですか。もう次に回して一回。じゃあすいません、ちょっとギター聞かせてもらっていいですか。一回そのイントロからサビまで単品で。はい。いやそれはきついって。なんか何ですか。いやちょっと音的にな、そのマーシャルの直腕の難しさを分かってないわ、ひろき。あ、じゃあどう頑張ってもやっぱうまく聞こえへんから。あ、これじゃあカメラ回さないんで、これ普通に、うん、あの僕が確認で聞きたいんですよ。あ、やってきたかどうかみたいな。また疑ってんの。いや疑ってるとかじゃなくて、マジ。いや普通に僕もあのほら曲で練習してきたんで、ギター単品の音を聞きたいんですよ。あでその上であの答え合わせというか、あすり合わせをしたいなという。いや単品やと、でもさすがにボーカルなかったら見失うんちゃうかな、流れみたいな。あ、まあ一応2人とも入ってるじゃないですか、練習してきたんで。ちょっと音下げるで、さすがに1本やから。あ、まあいいですよ、普通に。じゃあカメラ回さないんで、これ。いや、回してもいいよ。いいんすか。じゃあ普通に。こっから A メロっすね。サビは？サビはまだ2人で合わせてないやん。あ、だからあのその練習してきたじゃないですか、まこさんも。うん。そのサビを聞きたいんですよ。サビ？はい。ちょっとじゃあファーストテイクバージョンでいい？いや普通に練習してきたバージョンで。オリジナルの方やだ、俺練習してきた方。あ、いいっすよそっち。ひろきだってこっちでやってんだろ、ファーストテイクで。まあまあでも変わんないんじゃないですか。これは耳コピして覚えてないですか、今現場で。いや、ちょっとほんまちょっと違うね、ファーストテイクバージョン。え、ちなみに練習してきたのはどういうのなんですか。練習したのも、うん、なんかこれボーカルがちょっとキー低いやん。でキー変わってるかなと思ってんけど、ね、はいはい、まあまあこんな感じよ。これの繰り返し。ああ、そうなんですね。うん、とりあえずじゃあ合わせてみますか。いや、だからいけたやん、もうこれで OK よ、今日は。今日これで終わりなんですか。終わり。じゃあ次もっとクオリティ上げて。サビはやんないんですか。サビ今俺やったで。あ、合わせない。みんなで合わせ、みんなで、みんなで。2人しかいないですけど。サビだけじゃあいきます
マコさん、途中でやめなかったですか。いやいや、ちょっと、うそやな。その、ワンコーラスって言ってたからさ。今日は OK じゃん。じゃあ、これで。うん。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした、マコさん、今日。いや、よかった。楽しかったよ、めっちゃ。やっぱ、でっかい音で合わすって楽しいな、バンドで。まあ、楽しいですよね。うん、また来週、はい、まあ、もうちょい練習して、また合わせれたらいいなっていう感じするから。ま、今回って練習してきたんすよね。練習してきてんけどな、結構。結構あれでしたね。なんか練習してきた割には、ちょっとあれでしたね、なんか。まあ、僕、人のこと言えないですけど、なんか、いつもの誠さん。結構やったけどな。どれぐらいでしたっけ ?1 週間。ヒロキすまん。どうしたんすか、どうしたんすか、どうしたんすか。今回ばかりマジで練習できてないの俺。あ、そうなんですか。いやもうマジでほんまに忙しくて、いや忙しくて言いたくないね俺も。はいはい。マジでいろいろ編集とか重なって、はいはいはい、曲マジ30分ぐらいしかできへんかったよ。ああ、まあでもそう、いや正味ぐだってたやろ自分では分かってるけど、まあ、はいはい。でもなんかコンテンツ的にさ、はい、まあ、整理させなあかんから、はいはい、まあ、なんとか頑張って現場で耳コピーしてやったけど。めちゃめちゃ耳コピーしてましたよ。いやこれマジ申し訳ないわ。いやまあまあ全然なんかもうグダグダやったん正味。まあそうっすね。まあヒロキ叩けてるからまだいけてたけど、はいはい、ギターやばいよな。ギターはマジでなんかそうっすね、びっくりしましたね。なんか全然練習時間取れてないっすか。いや取れててんけど俺がな、そのちょっと怠慢やねそれは。ゲームなんかせずに、はい、その時間を耳コピー、はいはい、ギターの練習に当ててりゃ今日も完璧やってん。あ、じゃあ本当に、そう、それは俺がほんまに俺がそれは悪い、間違いない。そうだね、まあまあほんまごめん申し訳ない。いやいいっすよいいっすよ全然、うん、まあ、また次回ねちゃんと練習してきて、次回またちゃんと練習してくるから、はいはい、ごめんな。OK。 え、あの腹痛いのは何だった、うん、あれはガチですか。腹痛い、 あれはでもあの時は、はい、いやすまん、マジあれもごめんほんまに。なんすか、え、あれ嘘っすか。スタジオに行きたくなさすぎて、え、いや、どうにか回避しようと思ってんけど。あ、そういうことっすか。さすがに無理やったわ。え、汗かいてなかったっすか。あれガチだと思ってましたよ。トイレ行ってたやろ。はい。あれもなんかこう水こうマジっすか、小細工すごいですね。え、楽器屋の後寒いって言ってたっすよ。でもいや全然寒くなかった、暑かった。え、な、何の寒いアピールですか、あれは。だからほんまに今日は来たくなかったスタジオに。あ、そういうことです。時間稼ぎですか。そう、やばい、会議したかって。なんかすごい稼ぎ方してますね。だから普通に言ってくれたらいいんですけど、そんな普通にあの。そうだから、ヒロキもそこでなんかこう、はい、いや今日はいいっすよってなるかなってワンチャンちょっとな、さすがにそれはならんかったけど。でスタジオもなるべくこうちょっと先延ばしにしちゃって、はいはい、なるべくこう時間減らそうみたいな。はいはい。でヒロキ今日完璧やったからさ、はい、いやもうめっちゃ申し訳ないやったけど、気まずいやん、ヒロキやってきてんのに。まあいいっすけどね、そんな気にしないですけど僕は。じゃあ今日の動画はまあじゃあこんな感じですか、ね、まあまあまあうまいこと編集するよ、任して。まあ全然あの今度からそういう嘘とかつかなくて大丈夫ですからね、マコさん。うん、だから今日はほんますまんかった、ヒロキ。俺が全部悪い。俺が全て悪い、マジで申し訳ない。いやいや、その頭上げてください、大丈夫です、大丈夫です。ってことで帰りましょう、はい、帰りましょう。お疲れです。お疲れです。あ、おざーす。やばい。めっちゃ腹痛いんだけど。腹す、え、大丈夫ですか。新宿着いた瞬間今、はいはい、めっちゃ痛いね。え、トイレ行きますか。トイレ行こうか。歩け公衆トイレみたいな。歩く、歩く。東南口のとこあるか。まあ、歩く投手、公衆トイレ。どうしたんですか、ヒロシさん。ちょっと、ちょっと。